後ろから動いてまいりました。青番周回3コーナーから4コーナーです。さあ3番林の上昇、中段5番の岸川がちょっと待ったをかけましたでしょうか。ご覧のようにかなり中段で岸川が九州勢の動きを警戒しています。残り2周先に動いた5番の岸川動いていって、ここは林の先行を呼び込んでまいりますでしょうか。先に切ってこの上を九州勢が抑えに行きます。これで岸川は注文通り3番手を確保。7番の高山が5番手で鐘が入りました。3コーナーから4コーナー先頭に変わって3番の林、追走が5し3番手には岸川がいます。あとは四国勢は5番手以降、残り1周1本棒です。3番手キープ、岸川から動いてくるか、あるいは7番車の高山でしょうか。2コーナーからバック、ここから5番の岸川3番手縦に踏んでいくんですが、車ちょっと出ないか。あと後ろから7番車の高山がまくってきて、このまくり3番手2番手まで上がってまいりました。さあ4番の郷志がこれを止めにかかっていって、最後の4コーナーを回ってくる。先頭は3番の林、番手からは4番の郷志が最後は追い込んだか。